オンライン美術教材、定規で描ける立体空間、二点透視図法。絵画初心者の方、または造形を楽しむすべての方へお送りします。絵が得意な人もそうでない人も、定規を使って簡単に奥行きのある空間が描ける方法をお伝えします。使用するもの、横長の画用紙、硬さの異なる鉛筆、達筆、消しゴム、練り消しゴム、カッターナイフ、ガーゼや布、30センチ以上の定規、以上です。はじめに画面設定。はじめに画面中央付近に水平の線を描きます。最初で最後の水平の線です。これが地平線となり、目線の高さになります。画面の左側と右側に点を設定します。左側に点、右側にも点。ここまで描いたのは水平の線、画面左側の点、画面右側の点、以上です。ここまでが初めに必要な画面設定です。その1、基本の箱を描く。ここから描いていくのは以下のたった3種類の線です。垂直の線、左の点から伸びる線、右の点から伸びる線。この四角を箱の底面と考えます。角から垂直の線を描きます。柱が立ったイメージです。左右の点から真ん中の柱の適当な地点まで線を描きます。左右の点から遠い柱の点まで線を描きます。ここに透明な箱が見えるでしょうか。左右の点はそこに向かって形が小さくなっていくので、消失点と呼びます。いらなくなった補助線を消していきます。斜めから見た箱が描けました。この箱は地平線の下、見下げた箱です。では地平線上に箱があればどう見えるでしょうか。画面左上に着目。地平線をまたぐ垂直の線を描きます。消失点から地平線をまたいだ適当な点に線を描きます。右側も同様に。巨大な建物か何かに見えるでしょうか。適当なところでカット。右側も不要な部分を消します。次は画面右上、地平線より上で垂直の線を描きます。消失点と垂直の線の間に適当な間隔を空けて2本の線を描きます。あとは適当な大きさになるように線を足していきます。
地平線との高さの関係によって見えている面がそれぞれ違っています。一点透視図法のような真正面は現れていません。ここまで理解できれば基本は OK です。陰影によってより立体的に感じられます。左上を光源に見立て、それぞれの面に明、中、暗の陰影を配してみます。その2、形を組み合わせる。同じ要領で箱をたくさん描いてみましょう。あくまでも描く線は垂直の線、左の点から伸びる線、右の点から伸びる線、この3種類です。三角形があればどう見えるでしょうか。特別に3種類の線以外を一部描いてみます。左の大きな箱の上、頂点にする位置を設定し、右側面に属する三角形を描きます。この場合はその他の面は現れませんね。中央の箱の上、頂点と消失点を結びます。手前の線と平行にして切ると多少不自然になります。この場合、矢印の線と右の消失点を結び、こちらの交差点から垂直の線を描きます。この矢印の線と結んだ線が自然に見える角度となります。次は箱と箱を組み合わせてみます。下のティッシュのような箱に注目。何に見えるでしょうか。箱を引いたり足したり、シンプルな形を組み合わせることで少しずつ具体的な形を描くことができます。その3、想像力を駆使して描き進める。ここまでが理解できたら、これから先は想像力を駆使して描き進めていきましょう。ここから住宅街風の風景を想像して進めていきたいと思います。右手にあった2つの箱は民家の一部になりました。地面上に斜線を描いて道路とします。表面に窓やドアのフレームなどを描くと簡単に家らしくなってきます。浮いたところに箱があったので、特殊なデザインの建物ということにしました。普通の住宅街にはあまり馴染みませんね。
車は箱の構成の角を取っていくと何でもそれらしくなります。手前のは少しずんぐりした感じのセダンになりました。中央の箱はデザイナーズハウスの案内スタッフのテントということにしました。この辺りから陰影を徐々に施していきます。立体感を強調していくと空間が想像しやすくなり、よりそこにありそうな細やかな要素を描き加えられます。実際の街中は素材も色も様々、凹凸もたくさんで反射する光も複雑。抽象系ほど分かりやすい明中暗は見えませんが、それでも基本的に箱の構成と同じ感じで陰影を施していきます。陰影がはっきりしているほど晴れた日に感じられるでしょう。奥の方の建物はコントラストを強くすると遠くに感じにくいので、できるだけ中間のグレーの色幅で表現するようにします。どんな小さなものを描くときも法則に従って描くとその空間の中に入ってくれるでしょう。